日本語コンテッペイ子供と一緒に行ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか,か,か今日は奥深いポッドキャストについて。はいはいはい、皆さん元気ですか日本語コンテッペイの時間ですね。えー、午後。えー、午後の。 コーヒーヒを飲んででいいます。す悪くないですね。今日も元気俺は元気だぜコーヒーがうまいこれは元気な証拠ですねあの元気がない時ってコーヒーがおいしくないあの例えば風邪をひいたらあのコーヒーの味が変わるなんかおいしくないで健康になるとコーヒーがおいしくなる はい、まあそれは毎日コーヒーヒを飲んでるからですよね他のことだとちょっとまあまあ例えばね例えば、えー、僕はめったにワインを飲まないんですねだけどまあだからあの例えばワインまあめったにワインを飲まないからあの風邪の時は特に飲まないでしょだからまあ比べようがないですね、えー。元気な時にワインを飲む そしてて風邪ををいてる時にワインを飲むまあそれはまあないですから元気な時も元気がない時もまあほとんどやることほとんど食べるもの飲むものっていうのはまあコーヒーとかあとはまあもちろん水ですけど水ってもともと味があんまりないからちょっと気が付きにくいんですね。 美味しいとも特に思わないしまあ例えばね水飲んで美味しいって思いますかいや美味しいですよ例えばとても喉が渇いているときは水を飲んだら美味しいと思うけど、まあ、普通はねなんか水を飲むために美味しい美味しい思ってたら忙しすぎないですか例えばね水を飲んであ美味しい美味しい美味しいしそんなこと 毎毎日毎日言ってられないでしょまあコーヒーはねちょっとうん美味しい <laughs> あの <laughs>、まあ、今のはちょっとわざとらしかったですけどあのー、コーヒーはやっぱり飲むと美味しく感じる、はい、そして美味しいと言ってしまうねまあ温泉みたいなね温泉に入るお風呂に入るとあー気持ちいいなあと言うでしょ。 シャワーだと言いますか皆さんシャワー見てああ気持ちいいな。ねちょっとちょっとあのやっぱりちょっと特別でしょ温泉に入るとかまあコーヒーを飲むっていう時はなんかこう「うんいい」ねそんな感じ「いいね」はい「これ人生だね」「あの幸せってこれだね」みたいなね。まあ、とにかく今日もコーヒーが美味しい。 僕は風邪をひいてない元。元気ですね。元気ということ。えー、っとね、あのー、まあ、いろいろな人がこのポッドキャストを聞いてくれていて、えー、その中の、まあ、何人かの人が、まあ、あの、僕のレッスンを取ってくれています。そして、あのー、新しく来る人もいるんですね。で、新しく来た人は、 あのほとんどもう99%の確率で、まあ「日本語コンテッペイを聞いています」と言うんですけどまああのー、まあこういうコメントをくれた人がいますね。「テッペイ先生あのー、奥深いポッドキャストありがとうございます」で僕は「えおお奥深いはい。 日本語コンテッペは本当に奥深いちょっとち,ち,ちゃんと言えなかった日本語コンテッペは本当に奥深いホットドキャストですね奥深いポッドキャストですって言ってくれたんですよ僕に奥深いポッドキャストでね僕はあのその奥深いというまあ形容詞奥深い それをまさか自分に使ってもらえる日が来るなんて信じてもなかったあの僕は若い時からずっとね浅い男と自分のことを浅いと思ってきた深いなんて深いというのは違うでしょ僕じゃないでしょ僕はどちらかといえば浅いんですよねすごく浅い本当に浅はかな男なわけですよ で僕が思ってるのは人間はみんな浅い <laughs> みんな浅いんですよほとんどの人間は浅くてまああのいわゆる表面的っていう言葉もあるでしょあの表面的なあの楽しさやあの美しさやいろいろそういう表面的なことにいつもとらわれてですね あのー、考えももちろん浅いいつもあの短期的にね今のことだけね感情的に動くでしょ人間というのはみんな。で僕も同じように、あのー、まあもちろんね深く長くそういうビジョンを持っていつもいつも考えられれば素晴らしいですよ。僕もそういう人間になりたいとまあ思うんですけどだけどやっぱり浅いんですよね。 自分って浅いでと。もしかして他の人と僕はちょっと違うことがあるとすればあのその僕は浅いことに気がついてるし自分が浅いということに気がついてるし人間は浅いということを知ってるしあのー、深いことなんでねあの全然言えないということを知ってるわけですよ。まあ、にもかかわらずまあ、誰かがね先生奥深いポッドキャストありがとうございます。 本当にね。まあそれは嬉しいですよね。もちろん嬉しい。今まで自分のことを浅い浅い浅いと思ってきた。人間があなた深いですよ。先生と言われると。まあ本当かしら？なんか褒められてる？それとも騙されてる？<laughs> まあ、その人はそんなだ。あのー、嘘をつくようなタイプじゃないから、あの本当にあのー、奥深いポッドキャストと言ってくれて、僕は本当にあの嬉しいですよね。 はい、もしくはあの僕の言っていることを深いと思う人がいるとすればそれは多分あの勘違いもしくはあの今まで本当に大した人に出会ってきてなかったんじゃないのかなと <laughs> 僕より浅い人しかこれまで会ってなかったんですか、ね、僕より浅いい人そんんなにたくさんいますかっていうぐらいねあの思うわけでですよでもね確、まあ、確かに確かににですよ。 びっく,りくるびっくりするぐらい浅いものってたくさんありますよね。まあ、YouTube や Podcast やいろいろコンテンツもありますけど、まあ、僕はね本当に自分が浅い人間だと思ってるけどもうそれ以上に浅いものって確かにたくさんありますよね。浅すぎて何かこうオチがあるんじゃないのかと思いますよね最初に。例えば誰かが、まあ、YouTube とかで話を始めますよね。で、うん、ふんふん。 いやでも浅いいなこの話いや多分これは前置きで最後にすごい深い話をするんだな多分と思ってちょっとスキップしたりして最後まで聞くとそのまま終わったりしますよね浅い話のままえマジか、ね、マジかマジでか、ね、マジでかというのはマジかというのは本当っていうことですねマジか本当に浅いまま話が終わってしまったこれでコンテンツになるの はい、しかもなんか1万人ぐらいが見てたりするんですよね。でコメントには「素晴らしい素晴らしいすごいアイデア」とか言って「お前らマジか <laughs> マジかここここは何かおかしいのか俺がおかしいのか」みたいなねなんかそれを見ててこんな浅いことを言ってあのこんなに褒められて「なんだこれは」びっくりしますよね。ここは小学校かままあああいいいんですよ、まあ、それぐらいあの 世界は浅いもので溢れている人間らしくて素晴らしいじゃないですか人間の世界は愛も変わらず浅いあのもし宇宙人がいてねずーっと地球のことを観察してたら「はっはっはこいつら全然成長しない何千年経っても全然成長してない浅い浅い浅いぞ、ね」そう思うに違いありませんまあ 多分ね、まあ何千年かね、この何千年かで、まあ何人かのとても深い深い深いあの、シンカーたち、あの、いろいろ考えてきた人はいるでしょうね。多分何人かじゃない。多分まあ、1万人ぐらい。結構たくさんいるでしょう。でも、まあ残念ながら、人類はもっともっとたくさんいますよね。でその我々、僕も含めてね、我々ほとんどの人たちは、まあ、正直言って、やっぱり、 短期的、そして感情的、そして楽的に人生を、あのー、生きてしまってですねはい短期的っていうのは短いってことですね感情的は分かりますよね怒ったり泣いたりってことそしてあの楽的楽なこととか楽しいことだけを、あのー、追い求める感じあのー、まあ例えばマラソンとか あのー、まあ登山登山ねこう山に登るとか、まあ、とても苦しいけど最後に喜びが待っているような、まあ、そういうことはちょっとこうまあチャレンジしない <laughs> そういうことじゃなくてもっと、あのー、ウイスキーを飲むとかね、まあ、そういう凶楽的なことそういうことに興味を持っている、ね、楽で楽しいことねだって楽しいでしょ楽で楽しいこと。 だからそういうことだけを求めてウイスキーを飲んでねあのソファーの上でゆっくりしてなんかテレビとか見るみたいな、まあ、そういう享楽的な生活を続けているだけ浅い人間でこんな僕みたいな浅いことを言っているだけのポッドキャストを深い奥深いと言ってくれて本当にあの驚くとともに嬉しいですよね驚くけどもちろん嬉しい。 まあこれからも、このポッドキャストは、この、あの、まあ、無知の知というか、やっぱり自分はまだまだ何も知らないということを、そういうことを知る。まあ自分は浅いですね。まだ浅い。自分は浅いということを知る。まずはそこです。これがスターティングポイント。そして、やっぱり目標はですね、やっぱり深く、長く、あの、まあ、 あのー、逃げない、ね、そういうあの強さ人間の、あのー、強さそして人間の、あのー、弱さ、ね、そういうこと <laughs> や弱,か弱さ弱さ弱さを知ること、ね、そういうことですよ弱弱を弱いこと自分が弱いということを知るそして自分は浅はかだ浅いということを知る、ね、自分は弱くて浅い それを知ることが強くなるそして深くなるあのー、その道につながるのかもしれませんはいはいはいまあちょっと今日は言い間違いが多かったですねコーヒーをの飲みすぎてちょっとあのパニックになってますねやっぱコーヒーは一日一杯までがいいのかな今日は二杯目ですからねというわけで皆さんそろそろ時間ですねち